皆さんこんにちは、そしてこんばんは。フリーゲームを含むインディーズゲームを紹介していく番組、インディーズゲーム放送局です。前回の第27回では TK さんによる都市開発シム市長の一日のライト版をご紹介しました。自分が市長になり都市計画をして発展させていくゲームなんですけど、最初の方はですね、需要メーターという何が必要だっていうことを教えてくれる棒グラフがあるんですけど、それに従って、住宅だったり工業地帯を作っていけばですね、それなりにね、都市を成長させることができて、結果ね7000人、人口でいうと7000人ぐらいまで、成長することができました。その後ですね、TK さんからメールをいただいたんですけど、ご返信のメールをいただいたんです。最後動画の最後でたまたまね火事が起こって、そこが面白かったということで、結果楽しんでいただいて本当に何よりでした。さて、今回第28回ご紹介するのはアドベンチャーゲームです。でちょっとねホラー要素が あるということで、中山さん制作の遊園地脱出アドベンチャー翼の王国です。遊園地脱出で、これ遊園地でもあんまり脱出することないと思うんですけどね、閉じ込められちゃった系なんですか。脱出ゲームってね、ちょこちょこ出てありますけど、登録日が2014年の10月19日、Windows 環境で、動作しまして、推奨年齢が全年齢、カテゴリーとしてはアドベンチャーゲーム、脱出アドベンチャーということで、ねえお兄さん、どうして落ちてしまったの。閉じ込められてしまった遊園地から頑張って脱出するアドベンチャーゲーム。やっぱ閉じ込められたんですね。追いかけホラー、脅かし、アクションや謎解きがあります。多分メルヘンホラー風味。メルヘンとホラーって一緒になるんですかね。プレイ時間は3時間ぐらいで、エンディングがね3つあるということです。はい、で、まずですねちょっといろいろと喋ったんですけど、私放送インターネット動画の投稿が確か前回でこれ1ヶ月ぐらい経ってるんですね。それで TK さんや 中山さんにはちょっとメール送って、TK さんの師匠の1日を収録した後、ちょっと急にね環境が変わってしまって、なかなか投稿できない状態が続いてね、皆さんだったりですね、中山さん、そして TK さんにはですねご連絡いたした内容とちょっと違う投稿日になってしまって、この場を借りてね、改めてねお詫び申し上げたいと思います。本当にすいませんでした。でその当時のね、当時と言いますか1ヶ月ぐらい前の中山さんのメールで、バージョン 1.2 が新しくなったんでそちらを遊んだ方がいいですよということだったんですけど、現在確認したらバージョンがね 1.5、 翼の王国はですね、今日がですね14年の12月13日時点で最新版が 1.05 になってますから、こちらをですねプレイさせていただきたいと思います。本当にね、重ね重ね、だいたい1週間後にまたお会いしましょうなんて言って1ヶ月空いてね、申し訳ございませんでした。今後はですね、なるべくと言いますか、もう定期的に動画投稿しますので、それでご容赦いただけたらなというふうに思っております。じゃあ早速翼の王国やっていきます。音楽はね明るいんだよね、ポチポチ。じゃあニューゲーム、こちらね、キーボード操作もそうなんですけど、ゲームパッドにも対応していて、特に、おお、なんか翼を持たないのもなんか書いてたなちらっと見逃しちゃった、キーボード操作ももちろん対応してるんですけど、ゲームパッドも対応していて、そちらは特にね設定、しなくても遊べる状態になってます。ゲー遅刻だ、はてなはてなはてな、あ、遊園地っぽい、松浦さん、あー走ったわ、これが主人公か、松浦さんか、普通の青年だな。あ、なんだ全然バイトに間に合うじゃねえか、くっそ走って損した。遊園地のバイトか、まあ早いとこ着替えに行くか。あ、動いた動いた、早速プレイしてます。松浦さんか、普通のお人形だね、喋るボタンか。ここのねお洋服着れてるやつ、お洋服着れてるやつ楽しいよ、僕戦士になっていくんだ。なんだ、あ、お洋服、お洋服着れるやつ楽しいよ、ああ、着れ着せ替えってことね、あ、ひらがなだからなあ、漢字はあるか、あとはチーズウィースやってくれてんな。ヘアバンド欲しい、ウサギのヘアバンド、ヘアバンドなんて買ってもこのテーマバークでしか使わない食べてるな、ママらしいな、お金払いたくないのかな、食べるな、
お前ら迷子にならないようにな。迷子になったらこの橋の下に集合な。はーい。楽しそうだよ。全然ホラー要素ない。ママがいません。ママがいません。ああ、会えてくれないで行こう。じゃ松浦さん着替えるか。チョコちゃん、記念スタンプ押す？チョコちゃんに話しかける。ああ、1000ポイントね。あ、いいんで、記念スタンプでセーブ。長時間のプレイは下げましょう。押します。こっちとスタンプ押した。いいね。なんかこうゲーム内容とセーブがマッチすると雰囲気壊さなくていいよね。ちょっと話しかけていこうかな。そういえばここってお化け屋敷ってないよね。大型テーマパークと違って派手さはないんですけど、落ち着くっていうか。あと結構料理美味しいし、ゆっくりできる遊園地なんて居心地いいですよね。やっべ、日中の遊園地超楽しい。超楽しい。若いな。男2人で来てるのか。高校生か。やっぱこうやってサボってスリル、あー、醍醐味っていうの。じゃあ着替えていきましょうかね。なんかもうちょっと話してもらおう。ギャハハ、マジでありえねー。高校生って遊園地来るかな。来た。おお、でかいな。こいつは正面のエレベーターから行けるぞ。おお、アルバイト開始まで、時間がない、急ごう。あ、そうなの。いや、やべえ、ちょっとのんべんだらりと話してきちゃったな。正面のエレベーター乗ります。カードと、今日も一日頑張りましょう。へい、よろしく。これ出勤代金管理みたいな感じ。エレベーターの中にあるの。こっちかなあれだ、こいつは逆だ。あ、一人暮らし長いと独り言も多くなるな。独り言をつでもありがとう。お、来た来た。これもしかして、ぬいぐるみかと思ったら、売り子さんっぽいな。あ、ちゃんとあれ、グラフィックの帽子変わってんね。今日も一日頑張るか。あ、なんだ、いじめられてるっぽい。泣いてる。ちょっと、おい。なんだよ、おっさん。ジャリ A、ジャリ B。邪魔すなよ、おっさん。ん？いじめてんのやめろっての。あと、おっさんじゃねえし。どうしようかな。どうしようか。あ、また始めてる、いじめてる。やめろっつってんだろうが。聞こえねえのか。うじマスコット、キャスクボコスカ殴ってんじゃねえよ。おこだな。うわーん、ママー。だる。これ、子供怒るのは仕事かな。おい、大丈夫か。飲み物を勧める、励ます。飲み物持ってんのかな。だって、顔取らないと飲めないから、ちょい励ましとくか。お前も本当大変だよな。いつもお疲れさん。飲み物をおごってやっから、まあ元気出せて。結局おごるんだ。ぴょん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 。嬉しそうだ。昼前に軽い休憩もらえるはずだから、お前その時間帯ならこの辺にいるよな。ああ、そういうことね。了解了解。ぴょん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 って。これでサインなのか。ああ、さっきの平気平気。どうせ今日、あ、今日でやめるしな。松田さん今日でおやめか。だから超元気、超強気。今日限定だけど、何か あればいいよな。わっはっは。よっさ、最後の小銭稼いでくるか。じゃあまた後でな。そっか、今日はバイト最後の一日だ。おっ、エピソード1、ようこそ王国。松浦さん、今晩に休憩いっちゃってください。ありがとうさん。タバコでも吸ってくっか。夢の国でね。夢の遊園地の国で。の前に、オレンジジュースくれ。あ、さっきのか。好きっすね、オレンジジュース。自分のかな。長いストローをぶっ刺して、おきゃいいんすよね。おう、サンキュー。どうすか、今日の調子は。さっき働き出したばっかりだし、わかんね。わかんね。1000ポイントお願いします。おお、虹の、思い出の広場か。思い出の広場 EP エピソード1。星がなんだろうな。星10個。さっきのやついる。これ違うか。ピュイ、休憩すればいいのか。普通に休憩行けばいいのかな。さっきのやつにドリンク渡して来ようかと思ったんだけど。おいしいキングダムバーガー、みんなで笑顔になろう。こっちでいいのかな。休憩中だ。
ペイペイ。う、ほんとやばくなっていきます。ありがとう。フリスクとかのスーッとするもの食べると気分紛られるよね。こっちかな。次、あれあれ、コーヒーカップ乗ろうよ。でもあれ4人乗り。あ、1人はぶられる。あ、私待ってるよ。トイレ行きたいと思ったし。あ、今日はの10。あ、かわいいっす。ごめんね友達。あんま思いがかな。ちょっと行ってくるね、アルファ。かわいそうっす。金だ。12時間。大きな金の音。中身がない。どういうことだってわよ。何、首入ってないだと。というか いつの間にこんな。一体何が。前の人も今暗くなっちゃったな、彼の音聞いたら。あ、なんか来た。え、あ、え、コカトリス的なの来たぞ。い、何、いや、あ、動いてるし。おい、やめろ。おお、オレンジジュース。大丈夫か。あ、は、はい、多分。なんだこれは、急展開すぎるじゃない。どっか行った。いや、あ、ぴょんぴょんしてる。ぴょん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 。あれを見てみろ。とりあえずここから離れるぞ。なんだ、松原さん普通みたいだな。あ、あのさっきの一体何なんでしょうか。さあ、間近で見たお前が一番わかるだろう。松原さん意外と冷静だな。ここの従業員じゃないんですか。知らんもんは知らんし、しがないアルバイターだし。何か蝶ですよね。知らねえ。そんな、だってあの着ぐるみ、首がなかったんですよ。それには私のことを連れて行こうとした。あ、向こうからも来てる。なんかさらわれる的な。マスコットに触れると右下のライフが一つ。あ、右下のライフありますね。ハートマークいっぱい。ライフは生命力ではなく体力も表しています。ライフが少ない状態でマスコットにぶつかるとライフが あるのにもかかわらず。ああ、そうなんだ。へえ、ゼロ以外にもやられちゃうってことね。分かった、じゃあ当たんないで避けていきましょうか。またマスコットとぶつかった場合、血液を素早く早く連打することで逃げられます。ただし捕まってる間に他のマスコットが接触すると強制的に。あ、ダブルアタックはダメか。なるべくマスコットにぶつからないように目的地に行きましょう。あいつマスコットさっきまで味方っぽかったのに敵になって、しまったな。まあ、某遊園地はね、入った子供の数と出ていくね、その遊園地から出ていった子供の数が違うっていう話も聞いたことがありますが、ね、そうはならないように。とりあえず店の中に入るぞ。ついてこい。俺についてこい。はい、大丈夫。あ、早いな。あ、松田早いな。よし、これ避けて避けて。店の中ってこっち？これ？あ、ちょ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 こっち逆側に逃げてんのはダメか。今行くのは危険だ。ちょっとうまくおびき寄せるか。あ、マスコットちょっとうまくおびき寄せるか。こっち来い、こっち来い。そこまでちょっと慎重な手は取らなくてもいいと思うんだけど、こちらにおびき寄せよう。こっち来い。あの、に囲んできた、囲んできただと。よしよし、よけた。よし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 、うまい。松田さんだいぶ足速いからな、マスコットに比べて。あ、こっち、あ、向こうか。こっち入ればよかったのか。逃げろ。よーし、入った。キャー。大丈夫か。大丈夫じゃないですけど、大丈夫です。どういうこと。これ何、人みんな黒くなっちゃってるね。もう押してる。うおー、動いた。動かせるみたいな。なんだ、バイオの石像みたいな感じだね。
一体これって何なんですか？大きな鐘が鳴ったと思ったら目の前がぼーってなって、気がついたら人はいないし、黒い物体ばかりだし、なんかマスコットは私のことを連れ去ろうとしているし、さっき掴まれた腕がまだ痛い、折れるかと思った。何なんだろうね、松田とも知らないみたいだな。押せるな、押してる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 。奥に部屋があるな。こっちはいけないか。とりあえず奥にいい、隠れるぞ。隠れって意味があるんですか？お前連れて行かれそうになったんだろ。まだ分かりませんけど。わあ、やべ、真珠されるマスコット来る。ついに部屋でちっちゃいお店でしょ。タイルは叩いてんじゃない。ほらもうキッチンじゃん。厨房だよ厨房。どうするつもりなんですか？う、窓の周りは大丈夫そうだ。やばそうだったらあそこの窓から出ればいい。タイル立たれてなかった。体出るかな。ちょっと様子見てくるから、お前はここにいたきゃいろ。え、ちょっと待って。松田さん結構勇敢だな。外で物音が聞こえた。行くんですか？ここの従業員だし、しがないアルバイターなのに。行ってしまった。そして松浦は行ってしまった。出た。ちょっとこっち来んなよ。あ、まだちょっとまともそうな人がいたんじゃない、その会話。あ、いたいた。あ、追い込まれてる。また女子高生。あ、かわいい。待て、なんか女子高生だけかな。マジ何なの、何か喋れよお前ら。やばい。おお、松田強え。体当たりした。お、あ、逃げてった。松田強いな。もしかして俺一人じゃ襲われないのか。女子高生だけかな。なんだ、女子高生を連れ去ってなんかすごいバイトをさせようとかいう悪の組織の企み。さっきの子は？あ、動いた。動くな。全体マップで移動します。全体マップ？全体マップってあんの？あー、全体マップあった。遊園地でかいからね。全体マップ画面ではキャンセルキーを押すことでセーブ画面を呼び起こすことができます。セーブします。はい。やったね。ここでもセーブできるんだ。あ、それでいろいろいけるわけだ。うわー、翼の王国、誰でも大歓迎。さあ、楽しい一日は始まったばかり。どこ、虹の広場に行きますか。ちょっと広場まで戻るか。はっ、なんだ。あ、さっきの女子高生かな。違うかな。グラフィック的には同じだような気がするけど。あ、そうだ、ギャル。あ、さっきのおっさんじゃん。おっさんじゃねえし。つうか、お前まだ無事だったのか。何、もしかして心配してた系。軽いな。うっそ、マジで今時キモいんですけど。っていうか、これなんだわけ。さっき連れて行かれそうになったんですけど。やっべー、うっそ、マジで全然心配してマツダン口映ってる。だりー、そのまま捕まっちまえばよかったんですけど。どう説明すんだよ。従業員だろ、なんとか言えよ。またそれかよ、知らねえもんは知らねえ。はぁ、あ、何とぼけてんの。人いねえのに変なのはいるし、携帯は使えない。あ、携帯も使えなくなってんだ。あと、あー、人がいる。あ、一応無事な人もいるな。ドレッドの高校生。高校生か、今度男だな。ねえおっさん、行くの。おっさんじゃねえから行ってみるわ。さっきのなんか変なものかもしんねえじゃん。お前も俺もさっきの変なのじゃねえ。保証あんのかよ。あ、保証あるのかよ。ちょ、もしかしてさっきのことを根に持ってる？軽いな。とりあえず行ってみよう。黒くないしね、この人たちは。わあ、普通の人だ。おーい。しかもその服、従業員さんじゃないですか。チーズ、軽いな。これ、何のアトラクションですか？スケジュールには載ってないんですけど、12時からパレードだって聞いてたのに。そういや、この間 USJ 行ったんすよ。似たようなイベントがあったんですけど、そんな感じっすかね。
ゾンビに追われる系の、うん、残念ながらイベントではね、お前らも追われてんの？超バッチリ、マスコットがいきなりわーって。何のイベントなんすか？連れて行かれそうになってドキドキたっすよ。あ、俺じゃなくて、彼がなんですけどね。もう力が強いし助けるの苦労したっすわ。でもなんすか？しがないアルバイター、しがないアルバイターなんで詳しいことはわかんねえんだわ。ファーストフードの方で働いてるし。俺も今確認中。でもただ事じゃないよね。イケメン風の高校生イケメン風のって、おいマジかよ。制服ちげえけどお友達？ちげえます。でけえ金が鳴って気づいたらこいつと二人で、感じ。ああ多分たまたま知り合った、そういう状況になったから。そういうことか。そうそう、この人たちの集団に絡まれたの矢先にコレッツからさらに災難っすよ。あ、おっさんじゃねえけど、何？やばい、私思い出した。出口がないんだって。出口がない、どういうこと？塞がっちゃったっていうこと？埋まっちゃったってことかな。こっちが知りたいんですけど。ちょっとお二人とも、出口がない、確認しに行くか。うわ、クククククってしょ。あ、バックからやばいの来た。なんだこれは。おい後ろ、ピエロか、でかいな。うわー出たー。あ、回ってる回ってる回ってる。イケメン風の高校生、行ってあの女後で殴る。遅いな、歩くのすごい遅かった。しかも追ってこないな。これも逃げる系かな。男子高校生が画面下に行くまでマスコットを近づけないようにしてください。あ、ちょっとゲーム性変わったかな。松田さんのライフが許す限りはマスコットとぶつかってもゲームオーバーになりませんが、男子高校生がマスコットに捕まってしまうとゲームオーバーになる。なるほどね。この延長系っていうか、あるある、なんとか何ターン以内まで守れみたいな。黒い人を動かしてマスコットの通路を防ぎましょう。よし、分かった。黒い人、あ、意外と早いな。おわ、あ、倒したよな。ちょちょちょ、あ、やばい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 、あー捕まった。クマ、おい話せくそ、しまった。早いな。再チャレンジする。あ、ここから再チャレンジ行くな。はい、すいません、します。あ、画面結構綺麗だね。再チャレンジしよう。入れる？一回移動しなきゃダメか。どうする？また高校生がさ、なんで人の真ん中歩いていくし、あの高校生さ、まっすぐしか行けないのか。ちょ、何フラフラ、あば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 あ、しまった。もう一回、いや、意外と難しいな。再チャレンジします。違う、なんか方向がさ、ちょっと松浦さん体当たりだ。松浦アタック、松浦防御、松浦ガード、松浦ガード、よし、松浦ガード。あれダメだった、あれ松浦もうやられちゃった。体力あるよ、体力あるのにな。あ、OK か。え、あれそのまま走る、あれなんだこれなんだこれとりあえずまあ結果クリアしたからよかったかな。虹の広場、憩いの城下町、朝と昼と夜の王国パレード見逃した。みんな、あ、黒くなってんだ。あ、1個突破せばいいのかな。地上の扉行きますか。はい、さっきの女子高生大丈夫かな。部屋1人残しちゃったけど、そっちも気になるな。はは、走った。本当、何なんすかあれ。命がけだったぞ。いや、知ってたらこんな全力疾走してないし。大丈夫っすか、あんまり無茶しちゃダメっすよ。もう年なんだから言われてんな。そんなに松浦さん、アルバイターだしな。まあ30前だと思うよ。大学生は高校生のガキと違ってお勉強で忙しいの。大学生か。あーね。え、しがないアルバイターさん、大学生なんすか。そんなに年じゃないと思うよ。せいぜい3、4歳ぐらいしか変わんないと思うよ。なあ、お前さ、出口ないって言ったよな。おう、言ったけど。あるじゃん。え、あ、普通にあった。ちょ、このね、今さらですけど、このドット絵風って言いますかね、昔のファミコン、スーファミ風の絵は、なかなか好みで、結構ね、ファミコン、スーファミはやった口ですからね、こういったタッチの絵は結構好みですね。だと思うじゃん、思うじゃん。これがさ、全然近づけないんだよね。マジか。だからそういう系に詳しいやつに、そういう系ってなんだ、オカルトとか SF は専門外なんで。え、これオカルトなんですか。自分も歴史系なんで、ないっす。ちょっと近づいてみるか、行ってみようぜ。どんどん遠ざかっていく系みたいな、虹みたいに。
出口出口、あ、戻ってる、あー、バッカ出てる、なにこれ迷いの森ギャーわ、さっき前にいたよ、あ、ありのままま怒ったことを話すぜみたいな、なんだこれは。さて、どうすっかね、迷いの森でさ、ここ、右行ってから左行ってから前行ってからとか、そういうやつやねん、違うか、あー、いやー、もう今度右から出てきた、右から来ると気をつけろ、どういうことだ、あー、やだなあ、なんかこの空気すげえ仕組み、その迷いの森みたいなやつだったね、イカセーブしよう、もう一回セーブすか、左から行ってみるか、あ、上から来たな、下から来る、あー、戻ってきた、なんか法則とかあんじゃねえの、この穏やかなのに人一人いないのが武器、そうだね、今更ながら、あの遊園地遊園地だけどさ、人のいない遊園地って怖いよね、多分そういう経験はないけど、きっとあったら怖いと思いますよ、あー、よく出てきた、なんだこっちか、なんか建物があるの、あ、奥のマップが載ってる、マップ関係ないか、あー、かい、わー、怖え、なにこれ、ちょ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 あ、ちょ、いきなりすぎでしょ、なに聞いてないクマ、油断大敵だな、あ、上に行ける、あ、上に行けんだよ、こっち行けないかと思ったら、あ、あ、待て待て、迷っちゃったの、ただ帰りたい方向へ進むだけ、帰りたい方向どっちから来たっけ、本当は下なんだけどな、出口は下か、ひたすら下に行ってみるのかな、それとももう一回戻る、遊園地に戻るってことかな、ちょっと違うな、じゃあなんか同じ方向ずっと行ってみようか、じゃあ上から来たからひたすら、あ、来た、こっちね、変わんない、もっとかな、来た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 、あ、違う、あれ、近づけ、なんか進んだね、出口に近づけねえし、うちらこれがどうすんの、もしかして帰れないケースか、もしかしなくてもそうなんじゃね、はあ、なんで、はあ、俺に聞き、俺なんで俺に聞くんだよ、俺も知りたいし、どうすんだよ、どうしたら帰るんだよ、意味わかんねえ、しかもどういう仕組みなんだろうね、さっきあの女の子も言ってたけど、そこにいるから聞きゃいいじゃん、従業員さんに、はあ、このおっさん何知ってんだよ、知らないアルバイターつってんだ、知ってたじゃん、なあ、あんたどっか別の出口知ってんじゃねえの、残念ながら、松浦さん、人の名札勝手に読むな、松浦さん、そこんとこどうなの、うちら帰れんの、確かに従業員さんしか知らねえ専用裏口は、あ、確かにある、マジかよおっさん、早く言えよ、もったいぶってんだよ、ただただ裏口に行くには従業員しか持ってねえカードが必要だ、言い方も場所も従業員である俺しか知らない、で結局何が言いたいわけ、あまり従業員さんにため、あ、そういうこと偉そうにすんなよおねえは感じ悪い結構緊急事態なんだけど、わあ、何これ、この空気やだー、ねえ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 、ピョピョピョ、そのあ、自己紹介させてくださいよ軽いな大学生、必要あんの、いやー、傍若無人な2人の態度に結局切られてる、今日超災難なんですけど、俺やだ超やだこれとも女子高生みたいな、あるっすよ、短い間かもしれないですけど、俺信玄、信玄かっこいいローマ字信玄、本当に頼りにしてんで、よろしくお願いしゃす、お願いしゃす軽いな、いきなりこんなことになって追いかけられた、俺ら高校生、マジで大学生の従業員さんとカタカナだな、違って本当に余裕がないんすよ、ないんす、今日ばかりは多めに見てやってくださいよ、信玄、俺はまあ名札通り松浦、本当に短い間だろうけどよろしくな、一応ちょこっとだけ仲良くなって、私自己紹介とかしなきゃならない系なの、しなきゃいけなくない系だし、私アッコ、なんでこんなふうに書いてくれた、アッコって
あつこね、本当従業員さんが頼りだの。そうそう、頼りにしてます。従業員さん様なんかよろしくお願いします。なんかバカにされてるような気がするな。俺は氷水。え、名前氷水、珍しいね。よーし、じゃあ早速行きましょう。ペンネームとかさ、あのパソコンのパソコン上の名前とかじゃなくて本名だから。山で走り先走っちゃいました。俺、いや、お前たち以外にもう一人いたのを思い出したから連れてくるわ。え、何マジで、うげー、めんどくせー。全部でも松浦さん以外高校生だね。高校生だけは何かかからない呪いだったんだから、結構放置してしまったから無事だといいんだが、まだそこにいいんじゃない、あの子だったら。でもここら辺までですか。あー、こっからだ。エピソード2、みんなで帰ろう、字は可愛いけど怖いよ、ということで、じゃあこの続きはですね、あー黒いなー、皆さんのご自身の目で、確認していただきたいと思います。私もこっそりですね、裏でちょっとやっちゃうかもしれませんが、はい、今回は今回の第28回は、中山さん制作の、ホラーアドベンチャー脱出アドベンチャーゲーム、翼のここをねご紹介しました。これと翼がねどう関係していくんでしょうか。一個のキーワードなんですがね、ここからねもっといろいろと面白くなってくると思います。まあ、感じとしてはふわっけはされてないんですけど、面クリア型みたいな感じで、アドベンチャーの物語を読み解きながら、楽しみながら、アクションをこなしていくっていう、だからちょっとアクション要素もあるんで、バイオハザードみたいですよね、そう考えるとね。まあ、あのなんかバイオみたいに途切れなく常に敵が襲ってくるというかね、そういった感じじゃなくて、ちょっと割程度はっきりとした区分けはありましたけど、この先どうなっていくんでしょうか。松浦さん、従業員さんはですね無事最後のアルバイトに迎えられるんでしょうか、脱出できるんでしょうか、ということで、ここまでご視聴誠にありがとうございました。次回はですね、もう決まって、おります。ソフト決まっておりますが、近日に、今度こそですね投稿しますんでね、よろしくお願いいたします。とここまでご視聴誠にありがとうございました。お体に気をつけて、また次回お会いいたしましょう。さようなら。